ワンボールツーストライクです。その外の球です。しかし外の球もこうライト方向にうまく、まあ、飛ばせるようなバッターですからね。そうですね。追い込まれればまたあの右方向というかね、打ち分けしますしね、はい、ここは1球外すか。左中間だ、レフトへ大きな当たり、弾丸ライナーが入りました。弾丸ライナーでレフトスタンド、北川のホームランです。これが反撃の申しとなるか。今シーズン10号ホームランです。やはりスカイマークには強い。これが5本目のホームランです。今シーズン2点返して6対3、3点差に迫ります。前回リリーフ失敗しているこの矢蓋なんですが、その矢蓋、まあ、ライト方向へ大きな当たりを飛ばせる北川なんですが、ここは弾丸ライナーでレフトスタンドでしたね。これアウトコースね、そんな悪くないと思うんですけどね、少しシュートして中に入ってきたかというところですかね。それでもあのボールを思い切り振り切りました。ですからもうアウトコース1本だったんでしょう、北川選手も。